はようございます。釣り子 TV です。ジャッカルの気になっていたルアーを買うことができました。バグドックって書いてありますけども、こんなね、パッケージ。ジャッカルね、ルアーごとになんかすごいパッケージ凝ってますよね。そのコンセプトとかブランディングによって、微妙にね、その全然パッケージのデザインから変えてくるっていうのが最近感じるんですけども、このね、小さな虫ルアー、これで1個ね、1280円っていうことで、ちょっとね、お高めなんですけども、その分ギミック満載のようなので、早速開封していきたいと思います。バグドックっていうことでね、裏に説明書きがいろいろ書いてありますけども、バグチャートっていうカラー買ってましたよ。はい。こうやって開けていく。おお、はあ、パーツが入ってますね、こんな感じで。で、はい、あ、え、あ、あ、こんな薄いんだ、羽が。ね、あれ、こんな感じのルアーなんですけども、この繊細な羽、これへー、で足もね、もっと違ったイメージだったんです。この薄い、なんだろう、もう繊細なパーツで構成されているんですけど、ボディは硬いんですよ。ボディ硬くて、羽が薄くて、で針を通すとこだけなんかちょっと柔らかいのかな、こんな感じ。でパーツがですね、ここにこの薄い羽と足のパーツ、予備パーツがついてきてますね。で、裏に説明書きがあるんですけど、ちょっと見ていきますね。抜群の飛距離と最後まで見破らせないサーフェイストリック。日本のバスフィッシングにおいて今や欠かせないのが虫ルアー。多くのアングラーたちが試行錯誤しながら、各々のアイデアを磨き上げる中で、加藤誠二が10年以上シークレットとして隠し続け、圧倒的な超過を叩き出したルアーを元にさらなるブラッシュアップをしたのがバグドック。その特徴は類まれなる基本性能の高さ。これまでの虫ルアー最大の弱点であった飛距離が格段に向上。さらに直前でルアーを見破らせないために表面張力を利用した水面と水中の視覚トリックを盛り込みました。使用方法はキャスト後に水面でポーズを取るのが基本で、余計なアクションやラインテンションで違和感を与えないようにするのが重要です。アングラーがどこかにストレスを感じていた小型の虫ルアーをさらに使いやすく釣れるルアーとして進化させた次世代新機軸の威力をぜひ体感してくださいということで、裏にこうフックセットの方法が書いてあるんですけども、この頭のね、ちょっとね、刺せるところっつうのかな、ここにね、あるんですよ。そこにこのマス針をちょんがけして、で、まあ、それはね、エラストマー素材の部分がね、ここにね、ちょこんとあるから、ここに針を刺して使用するっていうことで、はぁ、飛距離を抜群に出すための、この、ボディ。ね、で視覚的に見破らせないように、この繊細な羽パーツと足パーツがついているよっていうことで、そっか、これね、開けてみるとね、触ってみると全然今までのね、その虫ルアーとは違ったんで、1200円だと高えなと思ったんですけども、なるほど、これはね、プラグなんですよね。シングルフック、その都度、なんだろう、使いやすい自分の好きなシングルフックが使えるよっていうだけで、あのね、もろね、
硬いね、プラスチックルアーっていう感じなんですね。でまあ運用にあたってはマス針を使ってねということで、水晶のマス針とかのサイズはここには書いていないんですけどもね、こんな感じのルアー、虫食いバスね攻めるのに、まあなんかちょっと新たな一手として、今までだとエバーグリーンのねギズモとか、あとはケロムシ、ね、で近年はあの沈む虫が流行ってきてますので、ブーンチンや SVSB などなどね、ほんとねこの虫ジャンルっていうのね、非常に多くなってきたんですけども、一番元々で考えるとズイールね、もうねズイールのチマチマシリーズっていうね、小さなこれぐらいのポッパーであるとかペンシルベイトであるとか、そういったルアーがあって、でそれをね柏木さんがビデオの中とかでこのチマチマっていうね、またロッドもあって、それに PE ラインを使って枝にぶら下げて、ね、見切りそうなバスをちょんちょんピチャちょんちょんピチャ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 ガバってね、食わせる、そこら辺が一番最初なんじゃないかな。で、フローターなんかでね、そんな感じの釣りを真似したところもね、めちゃくちゃ釣れる。ね。だから、それこそそうですね、亀山ダムとかだと、ポップ X とかね、小さなペンシルベイトとか、ね、ズイール以外のルアーであっても、うまいことね、枝に引っかかったら、それでね、こう、ピチャピチャ。ピチャピチャなんていう感じで、使ってねよーくね魚騙していたんですけども、なんかそれを思い出させてくれるような、最近のワーム素材のねやつの虫パターンだと、あーまあまあまあこりゃ食っちゃうでしょうってね。でもね確かに軽すぎるね、ワームなんかが多いなってのが最近の感想で、例えばよく釣れるんですけども、またこれとは別ライナーのリボルテージとかね、あれなんかねもうほんと見切らせないために軽くて小型で、すごいね躊躇なく食ってくれるんですけど、確かに飛距離、うん、小さいだけあってこう思いのところに飛ばして引っ掛けるとかがね軽すぎてね、なかなか自分はやりづらくて、もうちょっとね重いケロムシとかそういった少し、あとは沈む虫系とかね重いやつで投げていたんで、いまいちね遠距離から見切らせないように遠くから投げて、そんな時に届かないなんていうことがあったんで、そんな時なんかに使ってみようかな、バグドッグってね。まあこの裏の説明書きを見ると、まあ主にはねそのこういったね、硬い素材で、うまいこと成形することによって、まあ、飛距離がね、出しやすいっていうところをね、それで見切らせないためのね、これね、もう、フライとかでね、スーパーのビニール袋とかをきれいに切って、で、羽パーツにして、なんていうのが、あったりするんですけども、そんな感じって言ったらいいのかな、なんかもうね、この、羽パーツ、ここまで繊細な足、羽のパーツっていうのはちょっとね、初めてだなぁなんていうふうに思って、で、ちょうどね、今、虫シーズンもね、絶好調になってくるタイミングなので、久しぶりにね、このね、ジャッカルのね、ルアーね、こう、プラグっぽいやつね、買ってみたので、試してみようかなってね。このケースなんでね、釣り具屋さんに置いてあったら多分一発でね、わかると思います。まあね、このブリスターパッケージもね、凝ってる作りでね、まあ、こういうのがね、こうやって入ってますんでね、ぜひね、釣り具屋さんで見かけたら、どうなんだろうってね。で、ちょっとね、しばらくバス釣りに行けてないので、またね、近日中にね、バス釣りに行った際、で、まあ天気が良くて、虫パターンが効きそうな時で、どちらかっていうと雨の時とかね、今年梅雨が長かったですけども、そんな時は水面パチャパチャパチャーなんて叩いてたりして、こういう小型の虫系ルアーだと、なんていうのかな、見つけてもらいづらいっていうような感じがあるんですけど、最近ねまあめちゃくちゃ暑くなってきましたからね、そんな時で、比較的魚が浮き気味の時ね、この虫を吊るして下から誘い上げるパターンっていうのね、絶対効いてくるはずなので、ちょっとね、おかっぱりボート釣り問わずね、いろんなタイミングで、投げてみたいななんていう風に、考えております。ちなみにね、
重さは 3.1g で、大きさはですね 37mm だよっていう感じで書いてありますね。 3.1g っていうと、まあおよそデプスのねケロムシなんかに近い感じで、あれはそれにオフセットをしょわせるから、これはマス張りでセッティングしたらどんな感じか、まあでもイメージ的にはなんかねケロムシなんかと近い投げ心地になってくれるのかななんて思います。そうすると結構ね自分的には使いやすいな、 P ラインで組んで、投げてみようかななんていう風に計画中です。というわけで本日の釣り子 TV はこれちょっと欲しかったんですよ。ジャッカルの新しい虫系虫パターンルアーワーム、バグドッグ、これを買ってきてみたいと、こういった、動画でした。はい、釣り子 TV でした。